林良樹は、日本の社会学者、教育学者。学位は教育学修士。杉山女学園大学教授、静岡県立大学国際関係学部教授、静岡県立大学大学院国際、関係学研究科研究課長などを歴任した。1954年4月に生まれた。東京大学に進学し、教育学部の教育学科にて教育学を学び、 1978年に卒業した。その後、東京大学の大学院に進学し、教育学研究科に在籍した。1980年に修士課程を修了し、1985年に博士課程を単位取得満期退学した。なお、修士課程修了に際して、東京大学から教育学修士の学位が送られた。 東京大学の大学院を単位取得満期退学した1985年、杉山女学園大学に採用され、講師に就任した。以来、長年にわたって、杉山女学園大学にて教鞭を取った。1988年には、助教授に、1996年には、教授に承認した。また、その間には、他の役職も兼任しており、 1993年からはフランスの社会科学高等研究院にて客員研究員を務めた。1998年に静岡県立大学に転じ教授に就任した。現在は静岡県立大学の国際関係学部にて国際言語文化学科の教授を務めている。また、兼任する役職として、 静岡県立大学の大学院にて国際関係学研究科の教授を務めている。さらに国際関係学研究科の研究科長に選任された。2020年3月31日、定年により静岡県立大学の教授を退任した。東京大学教育学部在学時より教育学と社会学の双方に関連が深い社会教育学を専門としている。 具体的な研究の主題としては、比較社会学の検知から、様々な教育制度を比較、分析している。フランスの社会科学高等研究院で、客員研究員を務めるなど、フランス社会に造形が深い。フランスの高等教育機関であるグランゼ・コールを取り上げた論考をはじめ、フランスの人材育成についての論考や、フランスの教員人事についての研究など、 フランスの教育に焦点を当てた論法を数多く発表している。ありがとうございます。